会社員の在間良平容疑者41歳がおよそ1時間にわたり信号無視や逆走を繰り返し松山市の中心部を暴走したもので、警察は在間容疑者を道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕しました。在間容疑者は逃走中、赤信号を無視して交差点を自転車で渡っていた60歳代の女性をはねて怪我をさせるなど、少なくとも6件のひき逃げや当て逃げを起こしています。かなりの衝撃でもう車に乗り上げるみたいな形で路上に落ちて、警察は今日、危険運転致傷とひき逃げの疑いで在間容疑者を再逮捕しました。警察の調べに対し在間容疑者は、会社の人間関係などのストレスで数日間眠れずやってしまったなどと供述しているということ